こんにちは。パク・チョンヒ大統領が核を作っていたという話は聞いていましたが、視聴者さんからもコメントいただき、実際にどうだったのか気になって調べてみました。わかりやすい記事を見つけたのでご紹介します。核開発を進めていた韓国。韓国はかつて一度だけパク・チョンヒ大統領の時代に極秘に核開発を進めていた経緯がある。だが1979年10月26日に側近のキム・ジギュ中央情報部 KCIA 部長に暗殺されてしまった。暗殺の背後に米国の影がちらついていた。暗殺事件が起きる5ヶ月前まで中韓米軍司令官の座にあったジョン・ベッシー米陸軍参謀次長、1982年に統合参謀本部議長に就任は、暗殺事件前夜ニューヨークでのアジア協会主催の夕食会で20分ほどスピーチを行ったが、スピーチは以下のような言葉で締めくくられていた。米国の対韓関係が予想できない方向に発展していくであろうことは疑う余地がないが、たとえ特別な事件が起こったとしても現在の対韓関係を冷戦の遺産としてのみ捉えてはならず、全てにおいて将来に大きな期待をもたらすものと考えるべきであると。特別な事件が起こったとしてもとの発言は、ベッシ将軍がパク大統領の身辺に何かが起きることを事前に知っていたのではないかと勘ぐられても不思議ではないほど意味深長な発言だった。当時ホワイトハウスや国防国務省の内幕情報に定評のある香港紙ファーイースタンエコノミックレビューのワシントン支局長 S. バーバ記者は、事件直後いち早くパク大統領射殺の一報に米当局者は驚きを示さなかったし当惑もしてなかったと書き、さらに事件後ソウルに飛んだニューヨークタイムズのヘンリー・スコット記者は、11月4日付の同紙に韓国与党民主共和党の創設に参加した韓国人ジャーナリストの、やったのは韓国人だが支持したのは米国だとのコメントを掲載していた。米国背後説を裏付ける決定的な証拠は、暗殺実行犯のキム・ジェギュ部長の私の後ろには米国がついているの一言だ。パク大統領の暗殺当夜の午後11時から国防部で臨時閣僚会議が開かれたが、キム部長はその場で、大統領を殺したのは私だ、私と一緒に新しい韓国を作ろう、私の後ろには米国がついていると語っていた。では米国が暗殺の黒幕だとしたら、その理由は何か。ズバリ、パク・チョンヒ大統領が保護国である米国の警告を無視し、米国の核の傘から外れ核武装を密かに進めていたことにあったのかもしれない。パク・チョンヒ大統領はアメリカが支援していた南ベトナム政府が1975年に陥落し、北ベトナムに武力統一されたベトナムや米中国交正常化、1978年で見捨てられた台湾の教訓から、いつの日か米国は米軍を韓国から撤収させ、韓国を見限るという危惧から米国離れを進めていた。当時パク・ドンジン外相はバンス米国務長官との会談で、今後は実利最優先で独自的外交を展開すると通告し、米国が反対していた対ソ接近や PLO 承認で従来の対米追随外交の一部修正をほのめかしていた。それだけではない。パク・チョンヒ大統領は、米国が出ていくならば核を自力で開発する、ワシントンポスト1975年6月13日付と公言し、パク・ドンジン外相も1978年5月に国家保全のため核開発もありえると追い打ちをかけるなど米国を当惑させていた。実際にパク・チョンヒ政権は核武装化も進めていた。パク大統領暗殺前年の1978年4月、韓国初の原子力発電所コリン1号が慶尚南道プサンで稼働し、韓国は世界で21番目の原発国家となっていた。パク・チョンヒ政権はウラン濃縮技術にも積極的に取り組み、1977年12月に核燃料開発公団が設立されたが、公団の目的は国内外の原子力技術者を総動員し、ウラン235の精密探査と濃縮技術開発を国家プロジェクトとして進め、1980年までに核燃料の国産化を図ることにあった。パク・チョンヒ政権は1976年1月に米国の反対を押し切り、カナダから重水型原子炉キャンズを1基購入する契約を結んでいた。
発電用に天然フランが使用されるので、1年間稼働させると、副産物として、原爆の原料となるプルトニウム239が 250kg 生産される。さらに、この年には、フランスの協力を得て、核兵器を製造する再処理施設をチュンチョンナムドテ毒研究団地に建設する計画も立てていたが、これは米国の圧力によって中止に追い込まれた。ワシントンポスト1976年1月30日付は、米国が圧力をかけ輸入中止に踏み切らせたのは、米国の手の届かないところで核兵器が製造されるのを恐れたためであると報じていた。同記事によると、米国務省は韓国がフランスから再処理施設を購入するなら、韓国が米国から輸入する予定の2番目の原子力発電所の輸出許可と2億9200万ドルの輸出入銀行融資を棚上げにすると圧力をかけていた。パク大統領が暗殺される3年前の1976年2月12日、ワシントンのブルッキング研究所は、韓国における抑止力と防衛と題する報告書を出していたが、その中で、韓国は、1980年代に核兵器を生産し、実験する能力を有するであろうと予測していた。また、同じ年の76年、在ソウルの西側専門家グループがまとめた韓国の核兵器開発についてと題するレポートも、韓国は核武装の意思が明らかで、5年後の1981年には原子爆弾製造が可能であると指摘していた。米国の勧告や警告を無視し続け、人権抑圧を止めない、核開発の野望を捨てないパク・チョンヒ大統領を米国が煙たがっていたのは公然たる事実であった。1977年に登場したカーター政権は、人権外交を進めるためにも、公約の在韓米軍撤退を実現させるためにも、また北朝鮮との和平を進めるためにも、米国離れしつつあるパク大統領の存在は大きな障害となっていた。米国にとって必要なのは、米国のアジア戦略の遂行を妨げない政権と、戦略に積極的に順応する政権である。パク・チョンヒ政権が米国の政策に順応しない限り、パク・チョンヒ大統領排除以外に選択肢がなかったのかもしれない。記事は以上です。韓国のパク・チョンヒ政権が核開発を進めていたという内容でした。日韓基本条約締結前には、大変貧しい国だった韓国が核開発できるとは考えられません。日本からハンガンの奇跡で得たお金を核開発につぎ込んだのではないでしょうか。そのお金は、近年問題になっているいわゆる徴用工問題の遺族に払うはずのお金でしたね。さらに言うと、核を作ったら日本に落とすつもりだったという証言もあります。恩をあだで返すということにおいては、天才的な才能があると思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。